葛飾飯番外編。今までですねこの番組でね葛飾飯、まあ、何度もね取り上げてきてはいるんですが、今回はね番外編ということで、もうとにかくね食べて葛飾区の飲食店の皆さんを応援しようじゃないかということで、こちらこのフリーペーパーの中に入ってるお店を片っ端から電話して、こちらのメニューブックには区内のテイクアウトやデリバリーで楽しめるお店がたくさん載っている。ホームページでも見れますよ。よし、もういきなりここに決めた、うん、もう電話しちゃおう。でも内山さんそんなにたくさん食べれないんですよ。何言ってる、食べれるよ。葛飾愛って聞いたらもうすぐお腹すくから大丈夫よ。なんかじゃんじゃん注文し始めちゃったけど、これ嫌な予感しかしませんね。いやお腹すいたな。内山さん買ってきました。お、来た。まず一品目はこちらですよ。最初にやってきたのは立石担々麺、ヒノキの汁なし担々麺。いただきます。うん、うまいわ。お、出た殿下の宝刀。思ってたよりは辛くない、うん、ピリ辛って感じかな。麺の食感がすごいね、もっちもち。うん、うん、完食です。正直もうちょうどいい量だね。まだ1品目ですよ。うん、ちょっときついかな。本当ですか。うん、ちょっと電話した分どうするんですか。食べれない。内山さん、ゲットできました。三宅さん、はい、お久しぶりです。ご無沙汰です。内山くんのギブアップを想定して番組では助っ人を用意していた。前にも登場していただいた大食い YouTuber の三宅智子さん。内山くんが注文したのは合計10品、残りは9品。三宅さん完食できるか。まずは溶岩ダイニングブレイブの溶岩焼き ABC バーガー。おお、すごい。うまそう。ベーコンも入ってますね。いただきます。そう。いきましたね。めちゃくちゃジューシーでしょ。うん。肉柔らかい。三宅さん、あっという間に食べ済み。早い。うん、早いな。まずハンバーガー完食です。はい、完食しました。次はカフェ四角の国産鶏胸肉の鶏南弁当。なんかちょっとおしゃれな感じです、お弁当の。はい、いただきます。お、これ胸肉ですか。うん、これ胸肉ですね。めちゃくちゃしっとりしてます。うん、うん、777円というお値段ながらなかなかのボリューム。でも三宅さん順調に食べてゆき。はい、はい、完食でーす。続いてはピザ、マチルダのマルゲリータ。いただきます。うん、いかがですか。うん、ピザって顎が疲れそうだけどペースが全然落ちません。はい、最後ほっ、まあ、おー、ピザ完食。すごい本格的で美味しかったです。うん、うん、もうちょっとお腹いっぱいなんじゃないですか。いや全然です、全然です。まだ朝ごはんみたいな。まだ朝ごはん感じで結構もう時間経ってますけど、まだ朝ごはん。さて次は中華麺屋まんまるの海鮮かた焼きそば。おーおお、結構すごい甘い、たっぷり入ってる。いただきます。うん、うん、パリパリ。あ、いい音。うん、おいしい。
さっきの一口で信じられないぐらい量減ったね。久しぶりに片焼きそば食べたんですけど、うん、美味しいですね。片焼きそばもまた本当にふとした時食べたくなるんだよね。なんて話しながらもあっという間に、はい、片焼きそば完食。ネクスト新小岩のオムライス屋さんバンズキッチンの天使のオムライス、いただきます。うん、卵ふわ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 ですね。うまいわ。うん、うまいわ。今回一つしか食べてなかったので、すみません。食べてないんですけど、見た感じのうまいわを言ってみました。確かにこれは間違いないやつ、うん、はい、完食。いや、ペース落ちませんね、やっぱり。どんどん行きます。亀屋本舗のワンコイン弁当。いや、おかずいっぱい嬉しいですね、うん、デザートもついてる。500円でこの内容はお得だ。なんか味が濃いものとさっぱりなものが入ってるんで、飽きずに食べれますね。こう、なるほど、バランス取ってるから。三宅さん本当に食べるの好きなんだね。そして、うん、そう、芝又といえば草団子ですから、煮こぐいと、うん、完食です。さあ、終盤戦、インドレストランヒマンスのバターチキンカレーセット、いただきます。おいしい。バターがね、バターのコクが合いますよね。そう、カレーとナンの配分が難しいんだよね。なんて言ってるうちに、はい、完食、はい、いよいよ9品目、サザンクロスコーヒーのチキンのトマト煮。めっちゃ大きいですね、一塊が。うん、あれは多分普通の人は二口か三口でいく。結構たっぷりでしょ、重たかったね。それにしてもここまで来て素晴らしい食べっぷりだ。完食、はい、ついにラスト、オステリア山賊ウリーボのローストビーフ丼。うん、うん、おいしい。おお、ラストスパート、驚異の末脚だ。はい、完食。僕が一品で、宮崎さんが九品で、2人で10品完食ということで、はい、完全に三宅さんがいないとどうにもならなかったあれでしたけど、もう本当全部美味しかったんですけど、結構なんかおしゃれなものとかも多くて、うん、あ、これこういうのも出前できるなっていうの結構あったので、うん、ずっとね、飽きずに最後まで食べれました。美味しかったで す, すい、はい、もうなんかちょっと葛飾区に引っ越してこようかなっていう気分になりますね、うん、もうやめてくださいね、引っ越すの。完全にコーナー乗っ取られるじゃないですか。いや、でも本当に美味しいの多いんですよ、お店が。美味しいですね。そう、だからぜひね、こういう機会に取って、はい、いろいろ取っていただいて食べていただけると、葛飾のいろんな美味しいものが味わっていただけるかなっていう。ちなみに今9品食べていただいて、お腹の具合はどうですか。お腹ですか、はい、どれぐらいですかね。半分もいってないです。でも4枚くらい、はい、ありがとうございました。三宅さん、さすが、お疲れ様でした。
さて今回三宅さんが食べたお店も参加するグルメイベント葛飾フードフェスタが今年も開催。私吉田テルミが PR 大使を務めさせていただいております。皆さんぜひ食べに来てください。ついに葛飾飯決定へ。区長からの命を受け葛飾らしい B 級グルメ葛飾飯を作ろうと奮闘してきた内山くん、何やら新展開があるようで。さあ番組でやってきたあの葛飾飯なんですけどね、あれから密かに実はちょっと進んでるんですね。で今回の番外編でも紹介したお店とかね、まだまだねやっぱ葛飾で美味しいご飯屋さん多いんでね、そこをいろいろまた参考にしながらちょっと決めていこうじゃないかということで、まあある程度決まってる部分もあるんですけど、まあそれは今後のお楽しみということで期待しておいてください。葛飾飯